There she is. Yes. You're so beautiful. Oh my gosh. Jess. Oh, I love her hair. Yeah, it's very 70s, very groovy. The colors are gorgeous. She loves him so much. I know. Oh. Hug her back. Don't hug her. He's not a great hugger. Come on, hug her. See, you need some intimacy issues. You need therapy. See, she knows there's a special relationship. Yeah, I think Snake is an awkward hugger. Oh my gosh. I can't understand. She's at the lake. There. Ready to go? Lost. That arm's still hurt. Stunning. So beautiful. Yeah, does your arm still hurt? Yeah, because you broke it. I know. Sorry about that. Yes, look at Warrior. I also love how he continues to try to fight back. I know. She just outclasses him at every. I raised you. I taught you everything you know. No, I'm going to knife you. Let's talk about your suit. I look hot. You look hot. I'm not even wearing any Spanx there. Amazing. Not wearing Spanx. I just, wow. Oh. No need to prove that you're virtuous. This isn't America. Mm-hmm. Of course, she's trying to protect. Look at the bullets. Look at that. Oh my God. Sorry, that's my total destruction. Sorry, I'm lighting everything you need on fire, including your heart. It's true. Wow. It's the it's supposedly the world's first halo jump, high altitude, low opening. Look at this shot. Oh my gosh. Leave no trace of your so presence. Gorgeous. Look at that. Look at that good military crawl. Nice. Right? Nice job. Oh. It's just the shadowing of everything just looks extraordinary. Ooh. Ow. Well, yeah. I think I got him with the tranquilizer dart. Yeah. I think so. He'll be all right. He's not going. Oh! Yeah, that guy's the spray. Just spraying blood, you know. Just a day in the life of Snake. Oh, you're so beautiful. Hot. Oh my God. That's true. They've made him considerably hotter. In real life, too. Look at you. Commencing virtuous mission. はい、カモフラを着替えることで、すぐにきれいにすることができます。はい、で、以前ですね、このホットラインの方で、プレイヤースネークの体についた傷跡は、はい、傷の跡としてずっとゲームオーバーまで残り続ける、打った傷は治るけども傷跡として残り続けるという説明をさせていただきました。はい、で同じようにですね、カモフラスーツの方も銃弾を受けたりすると、穴が開いたりとか傷がついたりとか、はい、どんどん傷んでいきます。はい、でこれは泥汚れは着替えることできれいになるんですけども、はい、開いた穴とかですね、傷ついたものは最後まで、残り続けますので、これがですね、お気に入りのカモフラスーツ着てると余計にどんどん傷ついていくっていうことになってしまいますので、お気に入りボロボロになっちゃう。はい、大事なカモフラは大事に使っていただいたらいいなと思います。はい、でスネークイーターは状況に合わせて、カモフラを切り替えて敵兵の目を欺くっていうことが基本大事な戦略になりますので、はい、そのカモフラの着替えが素早くできるようなクイック機能。はい、すごいですね。はい、でグラフィックモードですね。はい、で最近のゲームのよくありますようにグラフィックモードには、グラフィックのクオリティを重視したクオリティモードと処理速度ですね、パフォーマンスの方を重視した、落ちちゃった、ごめんなさい。はい、もう一回、パフォーマンスモードを2つ用意する予定となっています。はい、で今回ゲームショーのバージョンはですね、グラフィック重視のグラフィックモードの方を搭載しています。へえ、ね。はい、あー取れた。はい、ここもちょっとオリジナルと変わっていまして、アニメーションとカメラ演出の方を付けを加えました。はい、スネーク、はい、無線画面なんですけども、ページ送り機能を追加しました。オリジナルから入っています、早送り機能ですね。この早送り機能と、はい、女性からは本名を聞きたい、ページ送り機能組み合わせることで、気になるところから再び再生することが可能になっています。助かりますね。ちょっとね、飛ばして途中から聞けないかったりしたのがあったので、途中から聞けるようにしております。はい、スネーク、まず CQC の基本を思い出して。
で本当非常に小さいことで恐縮なんですけども、はい、カットシーンを途中で、ポーズできるようにしました。あ、これ助かりますね。はい、オリジナルもう数十年前なんですけども、はい、カットシーン中にトイレに行けないという意見をですね、本当にそうですよね、はい、たくさんいただきましたので、ポーズ機能付けさせていただきました。はい、今からバーチャスミッションを開始する。次がですね、HUD、ヘッドアップディスプレイですね。ライフゲージが今、画面真ん中の下部に、ライフゲージ配置してあります。はい、でこれはオリジナルの方はですね、画面左上に配置してたんですけども、ニュースタイルで、T-Piece を操作をしていると自然と画面の真ん中あたりを見ることが多いんですね。で、はいはい、そうなるとこの真ん中下あたりの配置っていうのがユーザーが目をあまり移動せず目に入る位置となってますので、この配置にデフォルト配置させていただいています。はいはい、ただオリジナル の左へ配置するライフゲージのパターンも用意してありますので、オプションで切り替えて設定できるようになってます。でですね、もう一個あと左下に、コンパスというアイコンを追加しました。これもですね、TPS 操作で、敵兵と交戦したりしていると自分の進むべき道が分からなくなるということがよくあったんですね。でオリジナルの時には、ほぼ上画面に進んでいけばおのずとゴールにたどり着けるっていうゲームデザインになっていたんですけども、はいはい、そこが分からなくなってしまったので、アイテムとして、コンパスを使い、加えました。あ、はい、ただコンパスはですね、アイテムですので、他のレーダーとかとは一緒に使えませんので、状況に応じて使い分けるようにしてみてください。はい、はい、ゲーム中の SE 効果音ですね、効果音についてもハードに合わせてかなり高品質化しています。でカットシーンのサウンド BGM についても2チャンネルから 7.1 チャンネルにアップミックスしてまして、音響的な演出をかなり強化していますので、はい、臨場感かなり増しています。2から7ってすごいですね。はい、はい、ガーコですガーコ。で次カモフラ率です。ライフゲージの隣に今 15% といってカモフラ率が表示されています。はい、でカモフラ率はですね、汚れると、変化します。上がりました。はい、
いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。戦闘相手は政治によって決まる。それが俺を捨てた理由？ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ。君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？貴様、ボルギンの手先か？違う。あんたを鉄のカーテンの向こうへエスコートしに来た。あれがあんたが作らされていた。そう、シャゴホット。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。あれが完成し大佐の手に入ればこの冷戦は終わる。そして始まるだろう、本当の恐怖の時代が。世界大戦か。山猫は獲物を逃さない。 AGB に守られながらグルーに狙われている。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。連れて行くのか？いや、こいつはまだ幼い。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。敵対しているとはいえ、どうしてする？私が撃つのではない。大佐！これは亡命したアメリカ人、あの女が撃つのだ。時代よ。少し遅れたかしら。いいか、君の任務はソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入。ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。残された時間はわずかだ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸、ネイキッドの状態だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。動くな。 CA。